飛ばす前のもの実際に飛ばしている、様子演奏中に飛ばしている梨祭りアポロ11号での月着陸から帰還した宇宙飛行士たちによるニューヨークでのパレード。兵士やスポーツ選手の外線パレードの際には、通りの両側に立ち並ぶ高層ビルの従業員たちが、シュレッダーにかけた紙を通りの上に振りまくのが慣習となっている。紙吹雪は祝い事で祝福される人物。 団体を叩いた,たり、あるいはイベントの盛り上げやドラマ、演劇などの場面展開で使用される小道具のことである。一般には色紙を細かく四角形や三角形に裁断したものが使用されている。英語で紙吹雪を意味するコンフェッティの由来は、イタリアの砂糖菓子コンフェッティで、元はカーニバルなどの際に紙に包んだコンフェッティを人々の上にばらまいたことから、紙吹雪のことも、 コンフェッティと呼ばれるようになった。祝い事では風船、紙テープと一緒に、くす玉の中身として詰め込むことが多く、スポーツ大会の優勝者、選挙戦の当選祝い、視聴者参加番組のクイズ番組、ゲーム番組、オーディション番組、歌合戦番組などでの優勝や合格等を祝福するときに、紙吹雪が多用されたことがある。近年はくす玉に変えて、 機械式のクラッカーに詰めたものが使用されることも多い。テレビ番組で紙吹雪を始めたのは NHK 紅白歌合戦である。また、スポーツイベントでもムードの盛り上げの一環で紙吹雪を多用しているが、ヨーロッパの多くの国内サッカーリーグ戦で優勝したチームがホームスタジアムで表彰式を行う時には選手に優勝杯が手渡された瞬間。 表彰パネルセットの後ろからそのチームのチームカラーをベースとした紙吹雪が舞うことが多い。NFL のスーパーボールフィファ主催大会等でもこのシーンがよく見られる。なお、様々な事情で紙吹雪を利用することを規制することもあり、特に近年は中央競馬で特に人気のある馬が優勝した場合だとか、副兵馬の登場などで意図的に紙吹雪を使用したり、 稀に投票用紙のマークシートや馬券を細かくちぎったものを投げ込むファンの姿があるが、日本中央競馬界では馬を驚かせて公正な競馬に支障を来す恐れがあるという理由で、紙吹雪の使用は絶対しないようにと呼びかけている。加えて野球の試合でも点数を入れた時や相手チームをアウトにした時、勝ちが決まった時などに紙吹雪を降らすことも多かったが、 最近では禁止されている球場も多く、使った場合は退場させられることもある。浦和レッズは2004年度の日本プロサッカーリーグ第2シリーズの優勝がかかった11月20日の駒場名古屋グランパス8戦の試合開始前に新聞紙20トン相当の紙吹雪を散らした。しかし、J リーグの試合でも会場によって紙吹雪を使用すると、 ピッチ上に散乱し試合進行を妨げる恐れがある。ため、使用を規制しているところもある。その他テレビの音楽番組、あるいは演劇でも、季節柄冬から春にかけてのシーンで、演出上の効果の一環として、紙吹雪を使用するが、祝い事のような一斉放出させる使い方ではなく、穴の開いたざるやふるいを使って少しずつ振らせるように、している。ありがとうございます。